韓国人のね、認知症発症率、新型コロナメッセンジャー RNA 接種群は未接種群より 23% 高いと。要は打ってない人よりも打ってる人の方が、韓国のソウル在住の65歳以上55万8017人の調査によって、明らかになったという記事が出ております。55万人の調査っていうとかなり大規模ですよね。大規模な調査です。はい、これすごい記事ですよね。まあ、認知症の発症率が高くなるっていうと、まあ、有名なところで言うと結構高圧剤もよくそういう話は聞きますよね。血圧を下げる薬、まあ、結構薬を飲むことによって対処療法的にその効果があったとしても他のことが副次的に悪い結果が出てしまうことがあるというのは、まあ、どんな薬であっても結構よくあることだと思うんですよね。そんな中ですね、今回のメッセンジャー RNA のワクチンが、打ってない人よりも打ったの人の方が、認知症の発症率が 23% 上がるという、データが韓国から出ております。ちょっとね、記事読んでみたいと思います。新型コロナウイルス感染症の予防のために世界的に広く使われていたファイザー社とモデルナ社の新型コロナメッセンジャーリボ核酸ワクチンが、認知症や軽度認知機能障害のという韓国人対象の研究結果が発表されたと。新型コロナウイルス感染の後遺症で認知機能が低下するといういわゆるブレインフォグが生じる可能性があるとの研究結果がこれが初めてで、その関連性に関心が寄せられているということになっていますね。で、これが、研究チームがですね、ソウル市在住で65歳以上の55万人を対象にした接種グループと未接種グループに分けた上で国民健康保険データを利用して、両グループ間の発症率の差を分析したということで、なっています。その結果、接種者の軽度認知障害 発病危険度は未接種者に比べて 2.38 倍高かったと。アルツハイマー型の認知症の発症率は 23% 高かったということで記事に載っておりますね。まあ、これは たまたまね、これ韓国の記事なんですが、まあ、いろんなところでこういう論文とかがですね、今いっぱい出ているわけですね。で、こういうことを YouTube 上で言うと、削除されるっていうのは、めちゃくちゃ怖いことですよね。真実を知ることができないということですよね。なので、これは、やっぱり、まあ、これ回数については書いてないんですけれども、当然回数を重ねるは重ねるほど、と思うので、気づいた人はですね、なるべく、ことを決めていただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますし、これ、これ、打った人も打ってない人も共通していることなんですけれども、やっぱり、気づいた時点でですね、まあ、なるべく、デッキをしていくと、食生活に気をつけていく。あとは、生活習慣ですよね、をしっかりしていくということは、まあ、共通のテーマとしてしていくといいんじゃないかなと思います。で、そういう調査、日本はなぜやらないってね、これコメントいただきましたが、これ本当にそうでね、これ別に難しい調査じゃないと思うんですよ。打ってる人と打ってない人で、そういうことを調査していくっていうのは、何にも難しい調査ではないし、一番やってほしいことは、今、日本では本当に異常なぐらい、この亡くなっている人たちの全員のね、その人たちが接種してるのか接種してないかの割合を出してほしいんですよ。それは何にも難しいことではないので、簡単にできるはずなのに、そういうことは一切やろうとしないということは、明らかにおかしいなというふうに思いますね。もう国からすると明らかなもう隠蔽というか、都合の悪い調査はしない、都合の悪いデータは出さないっていうスタンスをもう貫き通してるんじゃないかなというふうに思います。